皆さんこんにちは、こんばんは。いつも動画を見てくださいましてありがとうございます。かんみです。はい、皆さん暑いですね。なんかね、ここ最近結構暑くてですね、あのしんくんまおちゃんもね、ほんと汗だくになって帰ってきてますね、小学校からね。なのでね、ほんとあの汗かいてね、そのまんまにしててね、こう風邪ひいたとかね、あとクラスの方でね、おなんか吐いちゃったりとかっていうことを子がね多いらしくって、まあおと下痢とかね、またなんか腸の風邪とかも流行ってるのかもしれないので、皆さん気をつけてください。はい、私も気をつけたいと思います。はい、でですね、今日もスクイーズです。はい、なんですけど、あのね、前薄いせんべいのスクイーズを作ったんですね。でそれで本当たくさんのコメントをいただきまして、ありがとうございます。とっても嬉しいです。それでね、あのコメントの中に、せんべいだったらあのパキパキスクイーズっていうのを作ったらいいですよっていうコメントをね、本当たくさんいただきまして、でそのパキパキスクイーズというものをね、初めて作ってみました。なんとね、あの作った音はねちょっと微妙なんですけど、感触がめちゃくちゃ気持ちよくって、わあ、これはなかなか面白いスクイーズだなと思いましたね。作ってよかったと思います。ほんとね、たくさんね、いろいろ教えていただきましてありがとうございます。これからもね、ちょっと私もね、全然分かってないことだったりとか、間違ったこととかね、多分動画に出せると思うので、その時はほんとコメントでたくさん教えてやってください。はい、なので今日はパキパキスクイーズを作ってみました。もしよかったら見てください。どうぞ見てください。これはですね、以前せんべいのね、スクイーズみたいなものを作ったんですね。まず、まあこのせんべいちょっと大きさ違うんですけど、まあこんな感じにパチャッとこうひっつけてね、味の違う味の違うせんべいで、しかも大きさも違うんですけど、まあこれでね、こうパキパキスクイーズというものを作っていこうと思います。せんべいたちと、あとこのパッチン止め、これでパキパキするらしいです。あんまりこれ音鳴らないんですけど、我が家にはこれしかなかったので、これを使ってガムテープとか接着剤、ボンドを使ってやっていこうと思います。こちらですね。これをこのように下に向けて、ここにパッチン止めを乗せて、で、これを固定します。ガムテープで。できるかな？ぴたり。貼れるのかな？貼れる？大丈夫かな？はい。布用のガムテープですね、これ。これだとパッチンならないかな？あんまり音がパチパチ言わないかな？もうちょっと細くしようか。これじゃ、はっつかないかな。そうやってね、いつもこう、ボソボソ言いながらしてるんですけどね。よいしょ。こんな感じでいいですかね。ダメだー、外れる。しかも音があんまり良くないな。ちょっと待ってよ。リベンジ。こんな感じでしょうか。もうちょっとちゃんと音が出るやつの方がいいですよね、多分ね。こんな感じでいいですか。はい、こんな感じで貼れました。あんまりね、音しないですけどね。ちょっと、このパッチン止め問題ありですね。これでやってみましょう、最初だし。そしてこれをこんな感じでペタッとね、貼りましょうね。で、これを、この接着剤で止めていこうと思います。まあ、ざっと止めて、こう、キューッとやって、ボンドを止めていこうかなと思います。いけるかな？ちょっと不安ですけど。いきます。早まぬとこか。まあ失敗したら失敗した時だ。しょうがないぜ。行きましょう。ぺった。ぎゅう。ぎゅう。ぎゅう。
ぎゅーっと。お、ひっついたですな。ひっついた。ちょっとまだパキしないよ。まだパキしないよ、ちょっと。最後に取っておきましょうね。で、ここがもう明らかにひっつきましたよっていう感じになっちゃってるんで、まあこんな感じで閉じて、なんかこうキュッとできんかなと思ってね、持っておるんですけどね。ボンドでね、はい、こちらボンドで、よくここに木工用ボンドみたいな書いてあるボンドあるじゃないですか。それね、今日まおちゃん持ってっちゃったんですよね、小学校に。なんでこのちょっとしつくかわからない、いつのものかわからんボンドでやってみようと思います。なんかね、急にね、なんかこう液が出てきたりするんですね。このいつのだろうな、どこのだろうな、これ何も書いてない、でもボンドですよ。で、ここちょっと怖いな、最初は出そうか、どっかに。あ、大丈夫大丈夫、いい感じのボンドでした。はい、ではできるかな、ボンドでいける、こうしてちょっとずついきましょうか。キューッとね、日が暮れるそうだな、これ。日が暮れるかな。で、これひっつくかな、ひっついてますかね。まあまあ、ボンドじゃない方がいいかな。なんかあんまひっつかないですね、このスポンジの威力が半端ない。剥がれちゃいますね、ほら剥がれてきちゃうかな。ボンドじゃなくてこっち、やっぱこっちやっぱこっちでちょっとこう少しずつ塗りつつ押さえてみようと思います。わ、出てきた。で、こう塗ってキューみたいな、こっちの方がしつくいそうですね。なんかちょっと待ってみましょうか。あ、ひっついた。あー、やっぱこのウルトラボンドの SU さんの威力は半端ないですね。あー、出てきた、なんか出てきた。あ、 SU の方がいいですね。 SU でいきましょう。ということで、ここをぎゅーっとね、周りを塗っていこうと思います。 SU さんでいきます。はい、ではね、接着剤まみれなりながらもできました。こんな感じでちょっとピタッとね、くっつけてみました。こっちか、せんべいのパキパキスクイーズの完成です。いかがでしょうか、やってみますよ、せーの。いや、あのね、音はいまいちですけど、非常にね、癖になりますね、これ。気持ちいい。まあ、顔を持ってちょっとパキパキしちゃうんで、ちょっとなんかかわいそうな気もしますけど、今度こっち行こうか。パキッ、パキッ。せんべい半分に折ろうかな、みたいな。あー、いいね、いいね、これ。もうちょっとこう中のね、ピンをね、音のこうパチパチいうやつにすれば成功ですね、多分。いかがですか、こんな感じでいいでしょうか。なんか余計せんべいっぽくなりましたね、形も、ほら。はい、そんな感じでパキパキスクイーズというものを初めて作ってみました。いかがでしょうか。はい。まあ、参考になったかどうかわかりませんが、もしよかったら皆様作ってみてくださいね。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。インスタグラムやツイッターなどもしてますので、もしよかったらお願いします。ではまた見てくださいね。バイバーイ。バイバイ。